おはようございます。クラシックギタリストの高橋義太です。今日もこちらマーケティングのまとめを行います。今日は第10章マーケティングミックスという内容ですけれども、この第10章ちょっと長いので2回に分けてお届けします。マーケティングミックスという言葉、専門用語ちょっとね、この本多いですけれども、何かというと、製品、価格、流通、プロモーションと、全部英語に直すと P から始まる言葉なんですね。プロダクト、プライス、プレイス、プロモーションと。なので 4PS などとこう言われているようですけれども、今日はその中で製品、プロダクト、製品についてまとめてみます。で、製品とは何かというと、製品にはそのレベルというものがありますよと。価値のレベルというものがありますよと。レベル1、中核的価値と、そもそも消費者の目的を達成するというものがあります。水を例にとりますと、水の一番の目的は喉の渇きを潤すというものになります。で、レベル2、基本価値、目標を達成するのに良い属性と、固体より液体の方がいいですよねと。レベル3、期待価値、より良いものを期待すると。常温より冷えている水がいいと。で、ここまでは、当然あって当たり前ということになります。レベル3までは。で、他の製品と差をつけるのがこのレベル4とレベル5ということになります。レベル4、膨張価値、より良い価値であること、価格が例えば安いというところですね。それで他の製品、他の同じ水と差をつけるということです。レベル5、潜在価値、本来の目的以外の利用価値、お米の水、スキンケア、あと実際にあるんですけれども、体にいい水とか、水素水とか酸素水とか、例えばあるじゃないですか。そういった、体にいい水というものが潜在価値というふうになると思います。ですから、その他と差をつけるためには、レベル4以上の何か消費者の期待を上回る価値が提供できるかと。基本的な価値は当然備えていて、その上で消費者の期待を上回る価値をいかにして提供できるかというのが重要になってくると。ギター教室、ギターコンサートなどで言うと、当然ね、ギターが習える、ギターが弾けるようになる、それは当然ですけれども、例えばすごく先生がと一緒にいると楽しい気持ちになれるとか、あとは生徒さんとの交流が多いので、独学でやるときよりも楽しいとか刺激を受けるとか、例えばそういうところになってくるかなというふうには思います。その付加価値をいかにしてつけていくかと。基本的な性能は当然備えていて、その上で他者との差別化をいかにして測るかというのが大切になってきます。次のページいきます。これもちょっと似たような内容ではあるんですけれども、製品の3層構造という内容です。第1層、製品のコア、製品の中核的価値と、基本性能みたいなものですね。で、例えばさっきの水で言うと、自分の会社だけしか水を出してないということであれば、この中核的価値だけでいいです。もう水を販売してるのはうちだけですと、近所ではうちしかいないですということであれば、これだけでいいんですけれども、周りも水を販売するようになったということだと、それだけで優位に立つことは難しいということになってきます。第2層、製品の形態、製品の機能や品質、パッケージやブランド、スタイルなどと。だからこう、なんかおしゃれなパッケージだなとか、例えばですね。あるいは何か意味付けをすると、爽やかになれるとか、そういったものですね。そういったもので、こう、差をつけていく。あとは先ほど言った機能的価値、体にいい水ですよとか、例えばね、そういったもの。で、第3層、製品の付随機能、製品に付加価値を生むものと。例えば空港のラウンジサービス、携帯の修理保証、無料宅配サービス、あと
水そのものか分かんないけれども、食べ物である、例えばアイスであるのが当たり棒とか、当たりが出たらもう1本とか。で、時には言いたいのは、その付随機能が売り上げに貢献することがある。このかき氷は、だから、当たりが出る可能性があると。であれば、そっちを食べようということになる場合があるわけですね。だその付随機能と。例えば、メールで何回でもお問い合わせ、質問してもいいですよとかいうサービス、アフターサービスがありますよとか、その付随機能をいかにしてこう適切につけるかというのが、他者との差別化を図る上ではこう大切になってきます。基本的な性能は当然あって、その上でです。その上でこの付随機能が他者との差をつける鍵となってきます。で、今日最後のページですけれども、これ非常にね、興味深い話ですので、私はね、すごく興味深いなと思ったので、最後まとめました。マーケティング史上最大の失敗、それは何かというと、ペプシーチャレンジというものがあったということです。コーラの市場では、コカ・コーラが1番手、ペプシコーラが2番手だったと。今もそうですね。ですけれども、ペプシコーラなんとかしたいということで、ブラインドテスト、つまりこうメーカー名とか見せないで、その飲んでいただいたわけです。そしたら結果として、コカ・コーラよりもペプシコーラの方が美味しいという人が圧倒的に多かったということです。で、その結果を前面に出して、ブラインドテストの結果、ペプシコーラの方が美味しいという評判をいただきましたというのを PR した結果、ペプシコーラはシェアを伸ばしたと。で、その結果を受けて、コカ・コーラはまずいなと、まずいというのは味がまずいというのもあるかもしれないけれども、このままでは売り上げが落ちてしまうと、実際落ちたんですけれども、ということで、味を改良しなければいけないというふうに思ったわけです。それで、ニューコークという味を改良したコーラを開発したんですけれども、それで評判が良くなった、売り上げ回復したかというと、そうじゃなかったんですね。いい味にしたから売り上げ伸びたかというと、そうではない。どうなったかというと、非難の声が殺到したそうです。あの思い出の味をなくすなという抗議が殺到して、結局このニューコークを廃止して、以前の、簡単に言うとペプシコーラより美味しくないという評判のコーラに戻したところ、売り上げが回復したと。結局他社のそういう、揺らぎというかね、ゆすりがあったとしても、その自分の築いたポジションを変えずに、自分の味を変えずに行った方が良かったという話です。で、この美味しさとかを数値化、明文化しにくい製品というのがあります。こういったものは、数値化しにくいものは情緒的価値によってその評価が構成されるということがあります。で、自分もこうギタリストという仕事をしていて感じるんですけど、もちろんこう上手くなりたいという気持ちは多分にあります。多分にあるのですが、上手い、演奏が上手であるイコール売れる、集客力があるかというと、それは必ずしもそうではない。だから、その人の持ってる人間的魅力といったらいいのでしょうか。そういうのも集客力に大きく影響するということがある。ここが、例えばアマチュアでコンクールを受けるときと、プロとしてコンサートを開くときの決定的な違いなんですね。アマチュアはもう上手ければいいと。そのうまいのも大変ですけれども、上手ければいい。プロは、もちろんある一定の水準以上の技術はないといけないけれども、それだけではいけないと。何らかの情緒的価値という、言ってみれば人間磨きといったらいいのでしょうか。そういったものも求められると。そちらの部分も集客力に影響しますということです。で、この
ペプシチャレンジを通じて分かったことは、一旦気づいたポジションを変更してはならないということです。変更してしまうとね、それまで気づいたものがもう一気に崩れてしまう。だから逆に言うと、ポジションを気づくときは本当に慎重に行きましょうねと。何で売るかというのを決めるときは慎重に行きましょうねということです。その目先の売り上げだけを求めて安易な方法に飛びついてしまうと、まあ、よくあるのはすごく刺激の強いプロモーションをすることが世の中あるように見えるんですね。そうするとその刺激の強いもので売っていくと飛びつくことは飛びつくと思うんです。今すごくパッと思い浮かぶのは、まあ、差別になってなるかもしれませんけれども、その女性の場合だと肌を露出してそういう色気で売るとか、例えばですよ、そういうのでやるとか、うん、いうことです。でもそういうのはずっとは続かないですよね。でもそのポジションをやめてしまったらお客さん離れるわけです。だから本当にずっとそれで行くつもりですかということになります。だから一旦気づいたポジションというのを変えてはいけないということは、ポジションを気づくときはすごく慎重に行かなければいけないと。じゃあ私はどうか、ギタリストとしてどうかというと、まだね、はっきりとポジションを築けているような状況ではないです。自分の売りはこれですと、まだ言えるような状況ではないです。探している状況です。だから安易に、うん、これですと、まだ言うべきではないなと、模索しながらもがいて、自分は何が売りなんだろうと、模索しながら、こう活動を続けているような状況です。で、これだというのが見えたら、まあ、それであと頑張っていこうというふうには思いますけれども、まあ、そのポジションを見つけること自体がこう、なんというかね、上達への道なのかなというふうには感じております。すごく考えさせられたこの事件です。ペプシチャレンジ。一旦気づいたポジションを変更してはいけないというものです。またね、この第10章後半もありますので、また次回よろしくお願いします。